3分のエンジェルさんがってです。おどうも、複数動画見ならかでです。はい、ということで、ビジュアル警察官なんですけれども、お先日かな上がった動画でビジュアル系について聞きたいことなんですか、はい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 、みたいな感じで聞かれた時に、とっさだったのでこう出てこなかったんですけど、はい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 、ちょっと考えて一つね聞きたいことが出てきたので答えていただきたいなっていう部分なんですけども。なるほど、ください。はい、いいですか。いいですよ、聞きたいことを。はい、ぶっちゃけ今一番注目してるビジュアル系バンドってどこなの。あ、僕が。はい、めちゃめちゃ難しいですねめっちゃいい質問だと思いますよ。あ、まあ、でも俺的にやっぱ一番今来てんな、乗ってんなって思うのは絶対レイド。はい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 、めっちゃ乗ってんなって思ってますね。やっぱ1万越すし、売り上げが。そうね、すごいなってシンプルに、ね、11月の4日にトヨスピットやるんですけど、トヨスピットってさ、一番広いライブハウスみたいな言われてるから、そうね、かなり実力があるバンドとかアーティストさんじゃないと立てないっていうイメージは。そう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 、やっぱここを成功させたらやっぱりすごいんじゃないかなっていう、できるんじゃないかなって正直思ってて、もちろんレイドも注目してますし、はいはい、来てんなと思うんですけど、うん、俺的にあともう一バンド来るんじゃないかなと思ってるのはデザンかな。はあ、はあ、はいはい、それがどういった部分で、やっぱロッキーも出ましたし。ああそうですね。あとやっぱりね、なんせ曲の幅が広い、まあ、俺の最初のイメージはサビが爽やかめでこう変則的でデスボシャウトが多いっていうバンドなのかなって思ってたんですけど、ね、まあ、見てる方で知ってる人もいると思うんですけど、もう本当いろんな曲があって聴いていくと、あ、全然違うな、これも全然違うな、これも全然違うなみたいな感じが結構いっぱいあって。多彩なんですね。多彩、うん、本当に多彩、本当に幅広くてみたいな。まあ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 、いっぱいいますよ、正直。勢い的にその2組はこう注目してるって感じですか。してますね、やっぱりちょっとこうもう行ってもらいたいですね。引っ張っていってもらいたいみたいな。そうですね、ビジュアル系のシーンっていう部分で。そうそうそう、桐生さんとかもはやベテランだと思うんで、うん、続くというか、あ、それに追随するバンドが出てくればもっと盛り上がるっていう部分は確かにありますね。そう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 、こういう風にね、みんなでこう行ってほしいな。先導するね、バンドがこう何組かいて、みんなでね切磋琢磨し合えば、うん、まあ盛り上がりますもんね。そうね、そういうところでね。でもレイドはマジで来てると思う、本当に、うん。まあその2バンドがやっぱりこうバーン来てて、うん、若手って部分で言うと、はい、ここから出てくるんじゃないかなっていうのは、正直あのジグザグ、まあ、あの名前ね、あの覚えたと思うんですけど。ああそうですね、若いんすね。ベビキンとかすごい仲が良くて、俺なんか名前だけでもうめちゃくちゃなんかベテランのバンドだと思ってたわ。まあ和なんですか。あ、そうなんだ。そうそうそう、桐生さんの後継にもなれるんじゃないかな、はい。まあ、兄とかからの情報とかもあるし、まあ、勢いがあるんじゃないかなっていうのは、まあ、結構こう変わってるバンドでもあるんで、はいはいはい、そういった部分かな。これも先日動画にしたんですけど、あのかかと落としっていうバンド、はいはいはい、ちょっと来るんじゃないかなって密かに思ってます。あ、そうなんだ。そうっす、まあ、曲聴いた感じ、なんかちょっと新しくてすごい、ちょっと勢いありそうだなっていう、これも勝手な本当に印象なんですけど、はいはいはい、あ、こう願望込みのみたいな部分ではあるし、そうそうね、みたいな、これ来るんじゃないかな、来てほしいなっていうふうに思った部分。あ、まあ、あとまあベイビーキングダムとゼロヘルツは押したいというか、あの本当に来てほしいと思ってます。いやもう実力はねありますからね。いやもうすごいから。やっぱ、まあ、ゼロヘルツ最近抜けちゃったけど、まあ、BB チャンネルを見て、あの、この人たちみたいな風になったら、うん、やっぱこう、おいいなってなったらね、っていう感じで、こう、来るかなっていう。やっぱ足怪我してる時に、あのアクシズの声量はやばい。踏ん張れないよね。そう。まあ、でも、ちょっと言い過ぎるのもあれなんで、まあ、この辺かなと。それくらいですかね。はい。なるほど、なるほど。本当に言ってもらうアルカディが、まあ、注目してるのは、まあ、さっき言った5バンドくらいですか。まあ、大体そのくらいですね。以上ですって感じですけど。